たまもチャンネル。こんにちは、たまもです。今日は山口県下松市の笠戸島にある D51-592号機を見に来たよ。どんな絵するかな、また見てみよう。こんな感じですね。下の通りはこんな感じでですね、綺麗に整備されておりますね。メンテされておりますね。よいしょ。日立製作所の昭和15年製造ですね。こんな感じですね。後ろを見てみましょうかね。よいしょ、後ろはこんな感じになってますね。かなり状態がいいんですよね。多分定期的にメンテナンスされてると思うんですよね。よいしょよいしょ、こんな感じですね。運転席はこういう形になっております。釜もこれであって、こっちが助手の方ですね。よいしょ、後ろからこんな感じになっております。ここに石炭を積んでたと思います。向こうは綺麗だね。よいしょ、今日の動画はこれで終わるよ。次の動画もよろしくね。じゃあね、バイバイ。